城を知ろう。わー、どうも歴史くんでございます。夏がやってきたぞということで、 YouTube チャンネルがですね開設されたということで、私お呼びいただきました。まずは開設おめでとうございます。いつもお世話になっております、城プロの皆さん、ありがとうございます。さあ、そのねお城プロジェクト RE の生放送の中でですね、教えて歴史くんというコーナーがあるんですけども、これが僭越ながらですね非常に好評いただいているということで、今回は出張版教えて歴史くんをやらせていただきます。1ヶ月間ですね、毎週金曜日に更新いたします。ゲーム内に登場する城娘のモチーフになったお城についてバンバン解説していきますので、ぜひお付き合いください。それでは本日ご紹介する城娘はこちらです。はい、皆さんもね分かると思いますけども、左から首里城、柳川城、そして久留米城の3人でございます。そう、まずはですね1人目、首里城ご紹介していこうと思います。首里城、僕ね持ってんのはね琉球グスクの方なんですよね。首里城普通の方ね持ったことないし、あとは夏ですからスペシャルバージョンなんですね。いいですね。あ、キーワードも書いてあります。朱色、朱霊門、千代金丸とねありますけども、なんでもあれ首里城はこのタイトルロゴ白プロのやつに登場しているということなんですけども、どれどれですか、どれのことだ。あ、これか、タイトルロゴって。え、名古屋城でしょ。え、あと持ってない。あ、これあれじゃん、見る、よく攻略動画とかで見る、これ春日山城でしょ。どれですか、これ違う、これはこれ沢山城、石田三成の。これ誰ですか、これ彦根城。あれ、じゃあ持ってる彦根城。あ、じゃあこれですか。あ、これ、あ、そうなんだ、これシルエットで分かる人なかなかですね。じゃあもうお城プロジェクト RE のタイトルロゴに登場してるぐらいですから、このゲームを代表するキャラクターなわけなんですけども、実際どんなお城だったのか、まあ琉球と言ってるぐらいですから沖縄にあるお城で、王家のお城です。琉球王の正家、直って書いてね、正家というのはね、琉球を1429年に統一して、その本拠地としたのがここ首里城でございます。で、朱色がまあ鮮やかですよね、これね。最初の頃はね朱色じゃなかったらしいんですよ。灰色の瓦とかが使われてて、17世紀後半ぐらいから赤い瓦に変わってったそうなんですね。で、琉球というとね琉球漆器というのがありまして、まあ、漆器ですから赤いんですよ。まあそういった琉球の名産もありますので、この琉球グスク、まあ、首里城もですね、どんどんこう朱色を使われるようになっていったそうなんですね。やっぱり沖縄、首里城と言いましたら朱霊門、これはもう代表する建物ですよね。2000円札にかつて描かれましたけど、まず今2000円札どこに行ったんでしょうね、全然見かけないですけども、あそこに描かれた朱霊門、あれが首里城の入り口にあるもんです。で、あそこね朱霊門ってあるぐらいですから、まあ、礼節を守る国ですよというのをアピールしてね掲げられたね額なんですよ。これ誰に対する礼儀かというと、日本じゃないんですね。どこかというと中国です。中国と貿易を行っている時に、中国のですね使者が訪れた時に失礼がないようにということで朱霊門というふうに額が掲げられたそうです。ただこれね、幕末の時ある有名人が訪れた時、その額が外されて別のものがね付けられてるんですよ。誰でしょう、その有名人。はい、1853年浦賀に来航する前、そうペリーです。ペリーが来た時に、あなたに対する礼は必要ありませんという意味なんでしょうかね。朱霊門の額外されております。そしてあとはですね、この千代金丸ですね、刀剣いろいろね最近ブームになってますけども、背負ってますね。俺の琉球グスク持ってないな、刀なんだな、いいな、でっかいの持ってますね。これ現存しているものでございます。1429年にですね、中山の小波氏というね、方がですね琉球を統一したんですけども、ちょっとややこしいですね。琉球はね3つに分裂してたんですよ。北、中、南と分かれておりまして、中が強かった、中が強くて北を攻めた時にですね、その王様が持っていたのがこの刀だそうなんですよ。その王様の名前いつもね忘れちゃうんですよ。漢字めちゃめちゃむずいんだよな。ハン・アンチという方です。この
この方、居城は有名です。どこかというと泣き陣城です。これも世界遺産に、ね、数えられてますけども、その王様が敗れた時にいつの間にかこの小橋に渡って正家のお宝として今にも伝えられている、まあ立派な刀です。で、黄金なんですよ。で、中身への刀身はね、日本の本島の方で作ったらしいんですけどね、それが有名ということで多分背負ってるんでしょうね、これね。いいですね。まあね、首里城ちょっと去年ね、残念ながら焼けてしまいました。しかも復元ね、約30年かけてる中焼けてしまったということなんで非常に残念ですが、復興活動行われております。私もですね、あのクイズ番組で100万円ゲットしましたんで、そのうち、あの募金に、させていただきましたんで、皆さんもぜひですね、懐が豊かな時はドカッと、そうじゃない時もお気持ちをね、コツコツとぜひ募金していただいて、まあ世の中落ち着いてきましたから、ぜひね、沖縄の方へ旅行行って首里城見学しようじゃありませんか。さあ続いてのお城はこちらです。はい、主人公主人公なのかな、僕の見解ですけど、はい、このゲームの主人公八坂城です。これあくまで個人的な見解ですと入れてくださいね。これ勝手に私が喋ってるだけですから。もうお世話になってますよ。あの三柱神社ってね、経歴がめちゃめちゃ助かります。気がたまりやすくてね。で、三柱神社というのもちゃんと柳川城にゆかりがあるもので、柳川城のお殿様、キーワードでありましたけどね、立花宗茂さんという方がいらっしゃいます。この方の奥さんが銀千代さん、そして、お父さんがですね、義理のお父さんなんですけども、宗茂さんのお父さんが立花道雪という方がいらっしゃいます。この方、まあ、3人柳川の、町ではです、神様と崇められてですね、今三柱神社として、祭神となっております。で、神様の数え方、1人2人3人じゃないんですよね、柱って数えます。なので、まあ、3人の神様がいらっしゃる場所ということで、今は我々の、気を貯めてくれてるということで、有名な神社でございます。で、あとね、この柳川さんね、これゲーム上でもセリフで、セリフかな、なんか見かけたことがありますけども、柳川城を落とすのに3年かかるというふうに言われた、それほど歌われるほどですね、めちゃめちゃ防御力の高いお城だったとされております。で、その一方でね、柳川城以外にも歌われているお城がありまして、肥後、これは三月、肥後というのは熊本城のことです。熊本城は3ヶ月、あとはですね、肥前、久留米は朝茶の子、まあ、朝飯前って意味ですね。まあ、肥前というのは佐賀城のことですね。登場してますね。歴史上だと村中城から佐賀城になりますけども、両方登場してますね。刀で使ってます。あとはですね、久留米城も、これも朝茶の子、まあ、朝飯前として言われてしまいまして、それに比べると柳川城はとにかくすごいと。何がすごいかというとね、水堀がね、ここ有名なんですね。水堀をぐるーっと巡らせたお城です。今も柳川城と調べると観光情報必ずね、水堀巡りと登場します。立花宗茂さんがね、非常に有名なお殿様ではあるんですけども、それ以前に実は関ヶ原の戦いの後のことです、一気にお城を大改築した方がいらっしゃいまして、あんまり一般的には知られてないんですけど、この方の名前、田中義政さんという方がいらっしゃいます。もともと近江の国、滋賀県出身なんですけども、関ヶ原の後ね、まあ、関ヶ原でも大活躍するんですけども、関ヶ原の後、石田三成を逮捕したのはその田中義政さんです。まあ、そういった功績もあって柳川の土地を与えられます。じゃあ立花さんどうしてたかというと、この人西軍についてしまいますので、あの柳川城は没収ということになって、まあ、その後復帰するんですが、その間に田中義政さんが大改築を行います。で、まあ、これね、直接柳川城とは関係ないんですけど、田中義政さんって、あの近江八幡市の八幡山城というところも改築してるんですよ。豊臣秀次さんの、ね、家臣の時代に。そこもね、八幡堀っていう水堀が、ね、すごい有名で、今もあのこう水郷巡りができるんですよ。なので、まあ、そういった共通点もあったりするのでね、ぜひぜひ行ってみてください。あとはこのキーワード、舞鶴ですよ。鶴の羽生えてますけども、美しい白い、衣装ですけども、これは柳川城、パッとね見るとシルエットが鶴が飛んでるような、羽ばたいてるような美しい姿だということで、舞鶴城という別名が付けられております。ただね、これ明治時代に入って残念ながら柳川城謎の失火で燃えてしまいまして、ほとんど建物残されておりません。で、本丸はね、今ね、中学校と高校になってまして、水堀も埋められてるんですけども、残されてるのは二の丸とか三の丸、城下町の方ですね、そちらの方に残されてますんで、ぜひぜひ行ってみてください。さあ今日最後3人目のご紹介する白娘はこちらでございます。あ、さっきちょっとディスられてた久留米城です。あの朝飯前だと
かなり舐められた、久留米城ですけども、そんなことはございませんよ。久留米城も立派なお城です。まあ、キーワード出てますね。カッパ柳川城筑後川ということですけども、カッパが登場するんですね。九州の方ね、まあ、ご存知だと思いますけど、カッパ伝説多いんですよね、九州。僕ね、埼玉県出身ですけど、カッパと聞くとね、イメージしてたのは岩手県の遠野市。あそこはね、カッパの伝説の地としてすごい有名ですけど、なんか調べてみると九州めちゃめちゃあるんですね。で、特にね、有名なのが筑後川沿いかなりあって、で、特にこの久留米というのがですね、非常に有名だそうです。あ、待って、これ九州の人、久留米、久留米どっち、コメントでご指摘ください。久留米だと思ってる。あ、どうなんでしょうね、ちょっと分かんないですけども、コメントで、ね、すいません、ご指摘ください、はい。で、カッパの伝説があるということで、まあ、キャラクター設定も緑色もそうなのかな、カッパというと緑色のイメージはあるから、それがモチーフなんでしょうかね。あとは、まあ、柳川城とのつながりですけども、まあ、久留米と柳川って距離的に近いところにあって、江戸時代に入って、さっきの田中義政さんが柳川に入った時に、この久留米城も田中義政さんの市場の一個になってですね、改築が行われてんですね。まあ、そういったつながりだったりするかな。あと、まあ、筑後川が地図で見るとね、今もねうねうねしてんですよ。で、当時は氾濫があったら一夜にして流れが変わっちゃうみたいな風に言われてた、日本三大暴れ川のね一つなんですけども、それぐらいね、こう動きが変わる、くね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 くる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 ということで、そっからね久留米というね名前が生まれたそうです。まあ、いろんな説があるんですけど、その中の一個だと久留米区って、転ぶ転じる、で久留米区っていう、呼んだらしくて、そっから来てるっていう説もあるそうです。で、あとはね、水回りの、その、まあ、水にゆかりのある場所なんで、水への信仰心、まあ、恐れおののく気持ちもあるし、もちろんこう神様として慕うという気持ちもあると思うんですけども、そこからねカッパ伝説も生まれてるし、あとは子供がね生まれる方とかはもうおなじみになってますけど、水天宮のですね、総本宮も久留米にございます。で、水天宮は、まあ、水の神様っていうことなので、まあ、水防、水から守ってくれるという御利益もあれば、まあ、いろいろこう流してくれるということで、今は安産祈願の神様にもなったりしてますね。なので、まあ、距離的に旅行行くとしたら、まあ、柳川城と久留米市、まあ、近いですから、合わせて行ってみてみるのもいいかもしれません。ということで、今回はですね、3人の白娘さんをご紹介いたしました。他の夏バージョンの白娘さんをですね、この次の動画でご紹介していこうと思いますので、ぜひチェックしてみてください。そして、まあ、もうもらった方も多いですかね、7月中にログインで本日紹介した夏首里城がもらえるので、まだの人はぜひゲットしてみてください。ということで、第1回になりました出張版教えて歴史くんでございました。まあ、この白娘紹介してほしいなとかね、いろいろありましたらコメントの方ぜひお願いいたします。そしていいねとチャンネル登録ぜひお願いします。あ、コメント久留米お願いします。バイバイ。